こんにちは。こんにちは。今日は大倉ゴルフスタジオに来ています。はい、海人君とあゆちゃんと久光さんです。よろしくお願いします。お願いします。今日この動画を撮るに宿った理由はですね、今度あゆちゃん vs 海人君で、リンゴルフオープンランザーにてバトってもらおうと思いますが、ちょっと変則ルールです。2人とも、使っていないクラブを普段使わないクラブセットで戦ってほしくて、はい、あゆちゃんはですね、久光さんがいるから分かると思うんですけども、この前紹介したベントレーのクラブセットでやってみたいなと。100万円を超えるクラブセット使ったことありますか？ないです。興味ありますか？興味あります。あ、そう、はい、100万円分のショット出ますよ。出ますね。出る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 。これが100万円かって出ますよ。はい、で、カイト君のクラブセットは本番まで秘密です、はい、ちょっと緊張しといてください。なんすか、ちょっとすごいやつ。この間ドライバー割れちゃったからもう何でもいいんですけど。ある意味100万円するかもしれないクラブセット。へえ、うん、ある意味。ある意味です。楽しみですね。はい。ということで、ベントレーのクラブセットを一応大体全部持ってきたので、はい、もう好きなの選んじゃってくださいっていう回をやろうかなと思っていて、はい、14本ってどうやって決めるのってことをなるべく僕たちに分かりやすく言ってほしいなっていうのが今回の趣旨でございます。はい。じゃあ早速やっていきますか。種類でいくと何種類あるんですか？大きくアイアンが3形状ありまして、ブレードタイプ、マッスルバックですね、はい、ブレードタイプのアイアンとキャビティですねのタイプ、うん、このポケットキャビティのですね、差が並べると分かる。え、あゆちゃん違いを知ってるんですか？あんまり分かんないです。ここがこっちの方が深、溝が深い。そうですね、ポケットの形状に。そうした方がいいの？はい、もう飛ぶ。あとシャフトがですね、普通に番号が、はい、3とか、これ1、2っていう風に言ってあって、1があの R 相当、2が S 相当、3が X 相当の硬さっていうののシャフトですね。まず構えてみてじゃない？それがポケットキャビティ。グリップは特徴、そうですね。特徴グリップで。ベントレーのシートなんですって。あれ、てかあやちゃんベントレーって知ってんすか？ベントレー、これも。よくわかってるじゃん。マッスルバック。受けてみる？うん。重さはどうだろう？重さは、104g。はいはいはい。全部？はい。一番簡単に取ってやらないやつ。軽い重いやっぱ大事なんですか？いや、結構大事です。大事っていうか、触れるか触れないか。あゆちゃん、カイト君に勝てるイメージのクラブを選んでください。はい。じゃあ俺4本ぐらいでやろうな。やめてください。煽りが入ってる。これ打ちやすい。タイだ。ユーティリティで2。次 UTT 行くの？ UTT で2、はい、じゃあ2の硬さのアイアンがないから、うん、その感じとして2を感じるわけね。2だね。なんでなんで？スイングのテイクバックのリズムが2です。へえ。柔らかすぎるとゆっくりだし、うん、硬すぎるとちょっと速いんです。あ、いい球。シナリオを感じれてないですよ、上げ方してるんで。それ3だね。硬いね。硬い。確かにテイクバックで全然違う。もう一回1です。柔らかいから、うん、柔らかすぎると違うんだ。柔らかすぎるとこっちには言う。へえ。なんか溜まっている感じするね、下でね。
ちょっと引っ掛けるだろう。短いから絶対合わせようとするとすぐ引っ掛けるですね。ヘッド取る、ヘッドは取る、いい感じ、これかな、これ、うん、逆にこれは違う、うん、ちょっとなんか打感も構え方もなんか難しいっていうより、うん、やっぱマッスルバックなんでしっくりこないっていう、いつもがキャビティバックだからね、うん、ポケットだから、うん、今それから近いのはこっち、うん、こっち、うん、ペットはどっちがいいの、こっち、最初こっちがいいって言ってたよね、うん、こっち、うん、こっち、ヘッドの感じね、シャフトどこや、ヘッド、ヘッド、こっち、うん、こっちなのね、うん、さっきそっちがいいって言ってたんだよヘッドこっちがいいのね、こっち、はい、じゃあこれ でこれでシャフトは、これでシャフトが2かな、2、これは何、ハーフキャビティですよね、ハーフキャビティ で、はい、でこれの2で、これの2で、じゃあ次ユーティリティいきます、ユーティリティ何番に値するんですか、ハイブリッドは、7番ウッドとか、じゃあ21度アイアン走行 U3 ぐらい、ユーティリティってもうメーカーで形違いすぎるから、なんか、うん、これは確か小ぶりなんで、うん、柔らかい方からいく、硬い方からいく、あゆちゃん全然関係ない話ですけど、この前カイト君と紹介したんですよ、このクラブをね、うん、そしたらベントレーの車に乗ってる人が、はい、このクラブ買いたいんだけどって言って連絡が来てくれたんだって、で大阪で、そう、お買い上げいただいたんですよね、すごいよね、ベントレーって大体一つ4000万とか5000万いい玉じゃん、はい、一応そうです、次ちょっと硬い2の、こっちの方がいいな、うん、こっち、シャフト2の方、2の方、あ、じゃあ同じアイアンと同じシャフトの硬さの方を選びました、うん、ポイントは、ポイントはやっぱりユーティリティと立ち上がっていったらアイアンと近く、近いタイミングというか感覚で打ちたいんで、やっぱその辺も考慮してアイアンと同じシャフトを選びました、なんか代弁されてますけど大丈夫ですか、大丈夫ですね、その通りで敵に全部知られちゃってますけど、敵に知られちゃってるいいですね、はい、大丈夫です、はい、ヘッドどうでしょう、小ぶりですよ、小ぶりですね、あ、でも私こっちの方が好きなんで、あの、はい、ハイブリッド評価高くて、はい、すごい打ちやすい、なかなかない、え、これは何になるんですか、それがユーティリティ、これがユーティリティなの、はい、あっちはハイブリッド、ハイブリッドでかくないですかこれ、じゃあ次ハイブリッドじゃなくてユーティリティ、ユーティリティの方、強い球が、これもいくな、こっちの方がいかない、うん、さっきこれは 2? こっちの方がいい、これ2です、あ、全然こっちの方がいい、さっきのハイブリッドとの違いは何なんですかこれ、ハイブリッドと違い、もうヘッド大きさは違いますね、重さ全然違いますよね、半分ぐらい多分、これ何、どう使うのこれ、ユーティリティ、だからこっちの方がウッドに近いユーティリティで、こっちの方がアイアンに近いユーティリティみたいな感じで、まあそういう風に、そういう風に作ったっていう、ああ、打ちやすくしたってことだ、ウッドよりさらに、あ、じゃあ次行きましょうか、次3番ウッド、うん、あ、5番ウッドがないんだ、5番ウッドがなくて、5番ウッドの代わりですよ、これは、そういうことだ、そうです、そうです、全然もうこっちでいい、うーん、しっくりくる、それも2でいい、うん、全2ですね、全2、じゃあ最後ドライバーいきましょうか、ドライバーはヘッドは違いないのか、違いないですね、これシャフトが違うだけですね、ロフトが違うだけ、はい、ロフトが違う、あ、ロフト違う、10と12だ、10と12、うん、とりあえず12からいこう、ティーの高さはこの子は30ミリです、そうです、ちょっと高めですね、普通か、普通ぐらい、あ、もうやめな、いや何、ロフトが違うから、ロフトが違うし、もうタイミングが合ってなさすぎるから、これが 10.5 の2、
力強いね。全然違う。ごめんごめん。もらえ？まあまあまあ復帰じゃない？え、じゃあ 10.5 の2？ はい。じゃあ全部2だ。2。え、ウェッジは？形状は一緒ですね。形状は一緒。第1と3しかない、また。605652みたいな。なんか違いますか、印象は？いや、でも60だ。軽い。軽い、ネットが。慣れない、60度。あ、普段持ってないのか、60度。いや、私58、52で入れてるんですけど、うん、そんなにヘッドは違和感ないですか？はい、シャフトが軽くて。普段もうちょっと重いシャフトを使ってる。ヘッドも多分これよりはちょっと重いと思うんで。ウェッジの印象は普通に打てるって感じ？いや、普通に使います、全然、うん、構えた感じも普通に60度ぐらい、うん、一持ってみる、これ S。 溜めなくなった。柔らかい方と硬い方どっちがいいですか？こっちの方がいい。硬い方。じゃあ、柔らかい方。あ、こっち柔らかい方。はい、1番。じゃあ1と3ってないんで、あと2にする。全2。全2かな。じゃあ、あゆさん、はい、あれ、さっきさ、選んださ、このアイアンのヘッドあるじゃん。はい、それのちょっと6番とか、5番とか。3の6番。シャフトは2希望で、ヘッドの形的にこっちがいい。やばい、超難しい。めぐった？弾筋は気にしないで、とりあえず構えて打った感じで、それを踏まえて、もう一個のフロークを、うん、どっちが構えやすい？何？始まりました。あ、上がってくね。どっちのヘッドがいい？7番。両方上がるね、球。いいよ。どっちが簡単に見える？こっち。どっちがいいの？こっち。っていうことですよね、やっぱり。そんな気は薄々感じしてたんですけど、やっぱり。振ってわかるんですか？構えてわかる。構えてわかると思います。え、9番ぐらいの、ちょっとなんでわかんなかったの？短くてロフトがあるから。そうですね。それです。やっぱロングアイアン持って打ってみると違いは結構わかってきます、ね。あ、そうなんだ、はい。あとパターがあるんですけど、これはもう決定なんで。はい、構えてみてください。はい、パターも。そう、パターのグリップもベントレ。いけそう？いけそう。はい、じゃあ決まりました。決まりましたね、はい。ちなみに、バトルのルール決めてなかったんですけど、はい、ストロークにします、マッチにします。どっちがいい？決めていいよ。いや、いいですよ。ねえ、いい、判断決めて。決めてください。じゃあ、マッチする？じゃあ、マッチで。マッチで。はい。はい、どっちがいいの？ストロークで。マッチで。はい。ということで、マッチプレイします、はい、ボコボコにします。何のクラブか知らないけど、はい、無理だよ。何が？私には勝てないって。私100万円だからそう、価格で勝てねえよらしいです、はい、じゃあ、また楽しみにしましょう、はい、よろしくお願いします。